な意味かもしれないですね。皆さん残る、ドラマなんですけど、本当に風貌はあんな感じなんですけど、実はすごく心が優しいんですね。多分バンドで一番人当たりがいいんじゃないかなと思います。そんな三田康くん、実はですね、メンバーの年齢を引っ越したんで、まあ、ちょっと弟的なところもありまして、デビューして2、3ヶ月後に加入したという、まあ、ちょっとあの遅く入ってきたというのもあって、まあ、みんなからこう愛されて、育ったキャラなんですね。で、まあ、10年経って、まあ、ちょっとジストニアという病気が発症しましたので、まあ、私はね、その時からですが、サーキット形式でいつもの形ではやらずに、一回ちょっと大量で、ちょっと厚さが出るという、オムニバスの超高サイズでも、超有料されるやつなんです。お客さんに出たら、そう、それからオンラインでも、いわゆるハイブリッド模式という形で、2回目はもう終わったんですが、2回目が12月1日土曜日で、新大橋のアメリカ村トロップで、行います。で、ここからも配信もあるんですが、出演がアイビーから、オーシクルメロンパンに、ラードマンガジットに、エブドナンバーの4組と、あと、X のレコメンドアーティストのキャットエイト・ポンプロックスにバンドです。で、高木梨沙ちゃんが MC やるんですけど、この、メンバーへの、まあ、質問ですね。もしもアレクサンダーへの